どうもこんにちは、整体院院長の藤村です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日はですね、前回に引き続き、当院で行っている内臓治療のについてお話しさせていただこうかなと思います。で、前回はですね、肝臓ですね、肝臓についてお話しさせていただいたんですが、今回は、胆嚢という臓器についてお話しさせていただこうかなと思います。で、胆嚢の位置としてはですね、ちょうど肝臓の少し下のこの赤いところですね、ここが肝臓になりますが、この少し下のここにこう位置しているような、臓器になります。で、この胆嚢の働きとしてはですね、肝臓で、1日にだいたい1リットルぐらい作られる胆汁というものがあるんですが、それを貯めておく働きというのがあります。で、胆汁というのがですね、どういう働きをしているかというと、食べた脂質ですねっていうのは体にそのまますぐ吸収されるわけではなくて、この胆汁というものでしっかり消化された状態になるおかげで吸収されるというものになります。胆汁の働きというのは脂質を消化したり吸収する働きを助けるためのものになりますね。で、これが肝臓で作られるんですが、それがこの胆嚢というところでしっかり蓄えられて、さらに濃縮されてですね、で、十二指腸というところからバッと、排出される、そういう働きを、胆嚢というのは持っています。で、胆嚢がですね、どういった体の症状に影響をしているかというとですね、実は関連痛といって、内臓がこう硬くなってしまったりとかするとですね、体の他の部分に、痛みとして感じて出てくるようなことがあります。それが関連痛というんですが、この胆嚢の場合はですね、右肩ですね、右肩が痛いとか腕が痛いとか、そういった時にこの胆嚢が関わっている可能性が、あります。で、もしそういう方というのは、当院ではこの胆嚢というのを評価して、治療していくことによって右肩の肩こりを改善していってるんですが、胆嚢がですね、そうやって硬くなってしまったりするというのは、やはり、脂肪ですね、脂質を取りすぎてしまったりとかですね、あと高い高、コレステロールかのものを取ってしまったりとか、カロリーが非常に高いものを取ってしまうと、脂肪を消化吸収する働きがあるので、要はすごい負担がかかってしまうんですね。胆汁がすごい蓄えられて濃縮してっていうので負担がかかっていってしまいます。で、そうするとですね、ひどい場合は本当に胆石といって、胆汁が結晶化してしまった、石とかができてしまって、本当に手術が必要っていうレベルまでなってしまうこともあるので、もし胆嚢が原因で右の肩こりが起きている方というのは、高コレステロールのものだったり、脂肪分の多いものだったり、カロリーが高いものっていうのはなるべく控えていただくような食事指導っていうのをさせていただいております。はい、ということで本日は、内臓の胆嚢というものについて、お話をさせていただきました。それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。